黒髪の磯のチャンネルへようこそ。今日なんですけれども、Amazon 先出しでございます。はい。えっ、ー、とですね、今もう朝の7時半前で、えー、これからね、まあ、ちょっと僕福岡に今日行かなきゃいけなくて、まあ、それまでにね、あの自分のまあ有酸素、あとトレーニング、あとは黒髪もちょっと上げて、 ちょっとあの、福岡に向かいたいと思います。雨降ってますけど、飛行機は飛ぶのでしょうか。はい。今日は Amazon 先出しなんですよ。それで今回も福岡に行くのに、持っていくのに、まあ、先出し出します。えっ、ー、と、まずなんだけど、えー、これもう先に出しちゃったのよ。急遽必要で。もう先先出しなんだけど、これね。MacBook Pro 買って、で、あの、USB-C だから SD カードも HDMI とかも全部させないわけよ。 これ USB とかもさせないから購入いたしました。はいで。これね、便利なんだよ。あの、ランポートもさせるので、あの、ホテルのやつとかもさせる。えー、全部で7個ね、させるような感じになってて、すごく便利です。はい、この、やっぱりねこ、こういうガジェットは、アンカーか、あとレブパワーだっけレイブパワーだっけそこが僕は好きです。はい。こちら。で、次。 じゃ次はこちら Amazon ですね。これ行きましょう。やばいよ最近。めっちゃ買ってるからね。本当に。てかなんかね、物が色々壊れまくってて、この時期に。まあ、何なんだろうね。まあ、タイミングなのかな、そういう。ただ、その、今回液晶とかも、これメインでやるんだけど、液晶買ったのよ。で、その前の液晶。だから今回故障した、ここに今液晶ないじゃん。ここの使ってた液晶って、俺もね、10年以上使ってたから、 だから、ま、あ結構、一度買ったらずっと使ってるタイプです。はい。ってことで、こちら、ズドン、えー、ウルトラブックケースでございます。はい。あ、ちょっと待って、これ。うわ、サイズ間違えたこれ13.3やん。うわ、うわ、うわ、わ、わ、俺15インチやった。 うわ。これは最悪ですね。減量末期ならありますね。最悪、俺マック、まあノートパソコン15インチなんですけども、これ13.3 1間違えて買っちゃいました。うわぁ。しくじった。間違えちゃいました。これは返品します。あー、何してんだ、星は。今日、朝一、あの、ビッグカメラ行かなきゃいけないんですよ。ていうのは、今撮ってる、えー、GH5 に、 えー、マイク、ゼンハイザーのマイクのセットをちょっと持っていくのがさすがにちょっとめんどくさくて、今回。で、あの、ビデオカメラを買ったんだけど、だからちょっといまいち調子が良くなくて。だからまたビ、それで持っていくっていうような感じです。はい。うわで、次、こちら、最後。これは Amazon じゃない。これ、ジャンパラ。もう俺の大好きな、えー、中古 PC ショップなんでね。もう何の買うものとか、 何も見るものがなくても行くのよ、俺、ジャンパラって。あの、でんてんててジャンパラー、うん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 、ジャンパラなんかね、あの、俺あの、ホームセンターとか、そういう中古の家電屋とか、それこそ PC デポとかさ、あの、ハードオフとか、ああいうところがすごく好きなのよ。うん。 ブックオフはね、あんまり好きじゃないの。なんか本の匂いが、あの、中古の本の匂いあんまり好きじゃないんだけど、なんかすごくね、そういう、なんかホームセンター的なのがすごい好きなのよ。だから俺よくね、島中とか、なんかそれカインズとか、ね、あのもう、行っちゃうもん。なんの用事もなくても。うん、っていう感じぐらい好きなんですね。今度ワークマン行きたいね。はい。で、買ったのがこちら。えー、エアポッツ2でございます。 はい。で、これなんで買ったかっていうと、あのね、純正のイヤホンずっと使ってたんですよ、僕。最近ね、もう、ウざさが100、あれ。で、ちょうど音もブチブチ切れてきて、で、なんでうざさが100かっていうと、最近有酸素でトレッドミルを、もう、ほぼ毎日のようにやってるんですね。 ってなるとさ、あのー、歩いてる時に、こう、スマホで、俺は自己警察とか、スペックとかを見てたけど、で、チょバンチょバンチょバンチょバんちょばンって、なるんだよ。で、それがすごい嫌だっていうのと、あともう一つ。あのー、トレトミルって、あの、ここにつけてさ、あの、緊急時、あの、こう、外れたら止まるみたいな機能があるんだよね。こう、フックみたいな、紐がついたフックみたいなのがあって。それと、あのー、普通のイヤホンが、 こう絡まってて歩いてる時に絡まっちゃって最後耳にピンって落ちるみたいなあれがすっごい不快でで、まあ今回もうもういいやってことで買いましたアイアポッツ。はい。うん、まあ、結構毎日使うものだからね。やっぱり毎日使うものはやっぱりちゃんといいもの買おうかなってことで購入したって感じですね。はい。あんまり普段無駄遣いを俺しないからまあいいかなって感じ。 今回食費もすごい抑えてるし。今なんて俺オートミールと胸肉しか食ってねえんだから。なんでプロテインいっぱい飲んでみたいな感じなんだから。食費めっちゃ抑えられてるよ。うん。っていうような感じで、まあこんな感じで購入したっていう感じです。うわ、やっちまったーこれはもう、こちらこちらに関しては完全に僕ミスりました。まあちょっと返品できるのか調べてできるようだったらしようかなと思います。ただこれ触った感じすごく質感は高いですね。 ゼロショック、エレコムのものです。はい。っていうことです。はい。ていうことで、まあちょっとね、あのー、福岡大会 NPCJ、えー、ちょっと、えー、サポートで行ってきますので。はい、まあ、動画回せたら回そうかなと思いますので、よろしくお願いします。みんなは増税前とかなんか買いましたそういえば。なんか増税前とかにこれ買ったよっていうのあったらコメントで教えてください。 なんか結構意外にみんな買ってるんじゃないかな。うん。それでは。